はい、りょうきです。私が今回作らせていただくのは、シャンプーボトルの方です。しっかりデザインさせていただいて、皆さんに、少しでも質問を届ければなと思います。なんでそんな感じなんですか。すごいや、一応管理だから、一応管理だから、しっかりね。僕はコップを作りたいと思います。まあ、皆さんが飲みやすいコップを発明したいと思うんで、焦らないで。はい、遊びじゃないんでね、仕事なんです。しっかり出さんです、ね、考えていきたいと思います。もっとください。りょうさんは何を作るんですか。一番大切なことだったね。ボディクリームを作ります。お願いします。音楽だったりダンスだったり、そういう話ハードル上がるって。後半の音楽だったりダンスだったり今の時代画面上でも届けられるものって増えてきたんですけど、唯一香りって難しいんです。そんなものを届けたいです。アロマさん CM 開けて CM 開けて。はい、マラトです。ティッシュケースを作りたいと思います。皆さんに快適に使っていただけたら嬉しいです。はい、ジュノンです。ブランケット作ります。シュントです。スリッパ作ります。皆さん20分前後でお手元のサンプル見ながらスケッチのほうお願いします。この後発表会になります。よーい、スタート。これもウッドにしたいですけど、フルーツもウッドに入れてる。これいい。あ、これもいい。これがブルーピンだ。いい。高級感ある。あ、そうなの。こっから取るといいんですね。あ、スリッパだ。あ、燃やします。これを。まずスリッパを履くと、ドライブしたので。なるほど。ボディがいくつかあったんですけど、これのボディを選ばさせてまずいただきました。まず一回このシルバーを合わせてみました。そうするとですね、なんと結構合うんですよ、色がね。あ、いいね。で、プラス何がいいって、ノズルのこの形がすごい気に入ったんですよ。だからこの形で勝負してる感じ、そのデザイン的に。あと色が迷ってます。これとシルバー、黒のマット、まあ、こういう感じですよね。黒のマットか、ことボディと同じ色に統一するか、この3つで迷ってます。そしてこのデザインですがこちらです。 B クリーン。おー、いいね。マジでいいじゃん。はい、少しシンプルだけど、まあ、洗練されたように見えるように。で、そこに下にこれ BFF で BFA です。欲しいね。 This is BF Be Clean Jacket and Garnish。 いいね、素晴らしい。 Thank you so much。 まず一つ目、まあ使われるかわかんないですけど、このお茶飲みやつのデザイン。茶飲み、はい、フルダ茶飲みを用意しました。フルダ茶飲み、表に黒田を描いて、めっちゃ綺麗。裏に分かる。なんでそんな綺麗？全然でかい。全然でかい。もう一つは、まあこのコップのデザインで、まあちょっと、まあ竜兵の竜は緑だから、まあ、緑のイメージでデザインしました。裏にちょっと深めの緑のなんか BF マークを描いたら。いいんじゃないかなって思いました。以上です。そうですね。まあいろいろボディクリーム考え、いろいろデザインとか考えた結果、頭の中を数式に文字出した結果、いいね、文字で数式で自分の頭の中を計算出した結果、ここに出てきましたね。答え。ボディクリーム。あ、これボツなんですね。あ、ボツ。これに入れる箱をデザインできるということで、クラシックな感じにしたかったんで、フィルムカメラで撮った写真を使おうっていう。カメラ好きだもんね、はい。カメラっぽいもんね。サンダーテレビ買いに行きたい。これいいと思う。一番。おぉ。え、まず誰かの匂いに似てる？あ、うちの匂いに似てるかも。あ、味か。あ、なんか。いいね、じゃあ、ちょっと味か。あ、マジだ、マジだ。これでまた売り上げが伸びてしまう。あ、そうか。
すごい、なんか分かってほしい、湘南っぽい。海の海に、はいはい、はい、てかこういう匂いの人がいるって感じ。うちんちも、実家もね、実家もこれ嗅いでた。俺んちの実家の匂いです。俺んちの実家に吸っていきます、皆さんちを。はい、ちょっと海感じるわ、確かに。そう、ちょっと全体的にローの色とかをクリーム、砂っぽくして、砂っぽくして、ピン自体はすごい青く海を連想させるようなグラデーションにしてもらって、で、なんかおしゃれな自体でビーファーストっていうシンプルな感じでいいかな。はい、あ、僕はあのティッシュケースですね。はい、まあ全部書いちゃったんですけど、BE:FIRSTをまあ入れたいなと思って、裏側にそのベスティーのとこ入れたくて、あと色はあの、まあ、どのお部屋でもフィットするであろうベージュ色、それも優しめのベージュを入れたいなと思ってまして。そしてまさかの、これあの洗えるような素材にしたいな。なんか使いやすいからこそ、どこにでもティッシュケースあるからこそ、なんかまあ汚れやすいっていうこともあるんで、まあ、洗えたらいいんじゃないかな、長く使えるみたいなところも考えて、ご使用しました。最高。そして、地球に優しい素材ですね。あの洗えて地球に優しかったら、もうこれ以上のものはないだろうと思って、僕は素材に結構こだわった感じかな。これはですね、なるべく、まあ、大きめのブランケットがいいっていうお願いをしてあるのと、あと白に黒の文字、違う、黒に白の文字で、この真ん中に、線は折り目なんで、こんなデザインになって、で、この折った時に畳むじゃないですか、多分。畳んだ時に、この文字が来てほしいなっていう、なんか置いといてやれるっていうか、言いますけど。うるさい、説明してんだで、サイドのこの縁あるじゃないですか。この縁は、もし、リフトワンマンスターと、リオリフトワンマンスターしいなっていう。いや、すげえ、マジで。うるさい喋ってんだ、こっちは。触る感でね、強いね、騎士で。使いたい、うるさい早いじゃん。お前が一番うるせえ。2個あるんですよ、案が。うん、これで、こう暗いところで光る系。そう、マジで。あ、俺さ、スーパーヒーローまで光るパパにしましたよ。電気暗いとスリッパの場所分かんなくなってするじゃん。そうそう、するし、マジか、それ本当に実現可能性だ。あとこれそれすごいな。逆にしちゃってるよ。これは、ふわふわで生地で可愛らしさを、いやいや、相殺してるって。こっちに手生やすか、中に、あの体かけてで、こっちに関しては履いて歩いたら掃除して、掃除してくれるみたいな。でもね、ちょっとそのね、これいいわ。これをなんか歩いたらこうやってなる。入れ替えて全部いいと思う。あ、スクリームってことやっぱ。あ、そうそうそう、エイリアン。あ、すごくやばいな、そこ究極の選択だね。今日これが生まれて、今からサンプルを作っていただけるみたいなので、僕たちも楽しみにしたいと思います。次回のね、岩間ベスではサンプルの完成品を見れるということで、ベスのみんなも楽しみにしていてください。はい、以上、岩間さんでした。バイバイ、お楽しみに。会議終了でよろしいですか。ありがとうございました。